Hey, what's up, gamers? Today we're playing Dragon Ball FighterZ. We're playing Chapter 5, Map 5, Piccolo Revived, and I'm gonna be doing this in two parts because I've played the entire Chapter 5 and it's way too long to do in one video. So we're gonna go ahead and do it in two, and we're gonna do it like that for future, you know, chapters that are way too long. I'm gonna divide them into either two or three videos depending on the length. So you guys, let's go ahead and start and let's see where this leads.自分の苦労というのは不思議なものだ。顔や形だけでなく力まで同じとは。だがこれ以上の修行相手はいない。自分と同じ戦い方をするのであれば俺の弱点も知ることができる。お前を倒した時 俺は今の自分を超えたということになるのだからな。俺が武道家として一段上に行くために、お前には踏み台になってもらうぞ。さあ、どこからでもかかってこい。 よし、相撲始めっぞ。ほら、もううかうかしてらんねえな。もう一丁。
これは寝てる？この前のペーパーテストの時と同じみてえだな。それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。
おめ、地面にぶっ倒れてたんだぞ。そうなのか？お前たち、俺を助けてくれたのか？でも、あれ、なんだか体がうまく動かないぞ。それは妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。 というわけなの。わかった？もうだから変な波動原因。あんた弱くなる。悪いやつやっつける。オッケー？ああ、もうこれ以上どう説明しろっていうのよ。 ブルマさん落ち着いて。つまり、オラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっちゅうことだ。悟空の中に入ってるやつ、そいついいやつなのか？そう、いいやつ、いいやつ、すっげえいいやつだ。そうなのか？サタンもいいやつ。俺 好きだ。いいやつ好きだ。お前の友達、お菓子やる。あれ、お菓子ないのか？そんならブルマが宇宙一うめえプリンを用意してくれっぞ。え、私？この間のパーティーのプリンよりうまいか？ もちろんよ。だから先にソン君たちと一緒に戦って。分かった。先に戦う。その後でおやつだ。大丈夫なんですか？宇宙一のプリンだなんて。もうソン君ってば、後で覚えてなさいよ。
なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに。なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね。フリーザか。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです。義乳特選隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。話しかけてくるぞ。そうピッコロか。すぐに来てくれ。敵が。敵？どこだ。かすかな木の実だね。
showdown is about to begin! Showdown is about to begin! Yeah.
こうしてピッコロのクローンを前にすると、あの天下一武道会を思い出すな。もう随分昔のことだが。今じゃピッコロのやつ、全然悪いやつって感じしねえもんな。確かに、かつての邪悪さは欠片も感じられないな。知ってっか？ピッコロのやつ、ご飯たちが留守の時はパンの子守りしてんだぜ。パンをあやすもおむつ替えるもうまくなったって言うし、ベビーフードの作り方までもう完璧なんだってよ。ピッコロがおむつ？お前とピッコロ、どっちがパンの祖父かわからないか。そうなんだ。父もピッコロの方がオラよりじいさんらしいって言ってんだ。そうなんだよじゃないだろ。実の祖父が何を言っているんだ。それとピッコロが子守をしていることはあまり人に話さない方がいいと思うぞ。え？なんでだ？まあそれはピッコロのイメージを守るためかな。イメージ？まあこの話はここまでにしておこう。そうだな。ちゃっちゃとこのピッコロのクローンを倒すとすっか。Yeah.
battle's about to start. Good luck! Yourself for the coming battle. Yourself for the coming battle. Are you ready? Let's go.
無事でよかったわ。実は今大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今は分かった。え、まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。 心を読んだ。ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんたまさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私がお風呂に入っている時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした。どうしたって。 何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。サンク。<笑>とにかく事情は分かった。ソン、いやソンにリンクしているお前、 ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。 Alright, you guys, it's been like nearly 50 minutes, and we're gonna end part 1 of chapter 5 here. We've ended it on map 7, Piccolo Revive, and then we're gonna continue that on another video, you guys. And anyways, you guys, thank you for watching this video, and if you enjoyed it, don't forget to hit that like button, and don't forget to subscribe for more videos, and I'll see you guys on the next one. Peace!